アイドル冬の時代を打破。平野仕様の登場がもたらす新たな経済革命。平野仕様、アジアアンバサダーの衝撃。エンタメと経済が交わる興味深い話題。そこで、今回はアイドルの新たなる一歩がもたらす経済効果に焦点を当て、アイドルの力が社会に与える影響に迫ります。オリコン、ニュースの連載企画、オリコンエンタメビズでは、 経営コンサルタント、坂口貴則氏がエンタメの最新情報を経済視点で解説します。推し、かつの経済効果を考察。平野史洋さんはすごい。これ一言で、彼の新たな挑戦が広がっています。イブ・サンローランのビューティーラインで初のアジアアンバサダーに就任した平野さん。これはアジアで初めての開挙であり、その市場を代表する存在として選ばれました。 坂口氏によれば、これがきっかけで平アファンが同ブランドを盛り上げる可能性が生まれるでしょう。記事では、インフルエンサーマーケティングとアンバサダーマーケティングの違いに触れ、アンバサダー契約の長期的な影響力に注目します。アイドルとブランドがお互いに成長できるパートナーシップが、新しい経済潮流を生み出しています。アイドルが輝く背景、現代はアイドルが最も輝ける時代だと坂口氏は指摘します。 経済的に不安定な時代こそ、アイドルの存在が求められるのはなぜでしょうか過去の例を挙げ、アイドルの出現背後にある社会の変遷を紐解きます。特に、平野紫耀さんが希望となる現代の不安定な状況に光を当て、彼がなぜ注目されているのかに迫ります。経済波及効果とは、記事では経済波及効果にも触れ、アイドルによる経済への影響を解説します。アイドルに投資することで、 単なる商品の購入だけでなく、関連する産業や仕事の創出、観光や交通機関の利用など、多岐にわたる波及効果が生まれます。アイドルが生み出す経済効果は、読者が想像する以上に大きいのです。平野志様はすごい。最後に、坂口氏が断言する。読者の皆さん、推しにお金を使いましょう。それは、その3倍の効果をもたらし、日本経済を救っているのですから、推しにお金を使うことが、 個々の経済効果だけでなく、大きな波及効果を生むことを忘れずに、アイドルとのつながりを楽しんでいただきたいと語ります。記事の最後では、読者たちからのコメントも引用し、平野紫耀への熱い応援の声が寄せられていることを伝え、彼がファンたちに与える感動と共感を強調します。平野紫耀さんはベルバラのオスカルのように、気高く激しく美しく生きる運命のもとに生まれたと思います。 妥協をしない生き方にはどこか悲しみさえ感じられます。めったにお目にかかれない逸材ですね。よくわかってるよ。たかがアイドル、されどアイドル。この物価高に前日比540倍の売り上げを作れる人なのよ。欲しいと思ってしまう心理。推し活をバカにする人がいるけれど、日本の経済を回す力を限りなく持っている。名古屋出身の平野史洋くんは人柄が良いしかっこいいし、大好きです。 元ジャニーズで一番良い時に対処して信頼している滝沢さんと決断したところも素晴らしい。流されるではなく自分で自分を大事にしているところが尊敬します。ファンクラブも入りましたがずっと応援しています。